ムーランイコールラマルシュは、フランス、ノルマンディー地域圏、オルヌ県のコミューン。コミューンは、カンパーニュ・ダランソン地方とペルシ地方の北の境界に、一致している。モルターニュ・オペルシュの北 17km、レーグルの南西 18km、西の東 24km のところにある。この土地の名が1050年代にデメリニーズとなっていた、ことが証明されている。これは、 ラテン語のメリネスに由来する。ムーランの地名は製粉と結びついている。封建時代、マルシェという言葉は国境地帯を意味した。ここはノルマンディ公国とペルシュ伯領の境界だった。1823年、ムーランイコールラマルシュはクールデベック、ロンクソーと合併した。1944年8月17日、レジスタンスのグループと15人のドイツ兵たちの間に、 致命的な衝突が起きた。クールとメールを解放した後、レジスタンスのジャン・リンケルは農夫から警告された。ちょうど彼の農場からドイツ兵たちが出発したばかりだったのだ。すぐにリンケルは6人からなるグループを編成した。レジスタンスたちがドイツ兵たちを確認した時、彼らは機関銃で武装しており優位であった。レジスタンスたちは死傷し、退却した。 参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。